ます。Isa sa mga Pinoy na kumakampanya ngayon sa welterweight division ay ang tubong San Fernando Bukidnon na si Alvin Lagumbay. Taong 2018 nang dumayo si Lagumbay sa Japan upang sagupain ang Japanese boxer at Noi WBO Asia Pacific welterweight champion na si Keita Obara. Ito ang pangalawang beses na dedepensahan ni Obara ang kanyang titulo mula nang makuha niya ito noong 2017. At lahat nga ng mga advantages ay nasa Japanese boxer na. Dahil bukod sa bansa nila gaganapin ang bakbakan, ay mas malaki din si Obara na may taas na 5'11", habang si Lagumbay naman ay 5'9 lamang. At kung experience naman ang pagbabasihan, ay lamang pa din ang Hapon na may record na 19 wins, 2 losses, 1 draw at may 17 KO. Habang si Alvin Lagumbay naman ay may 9 wins, 2 losses at may 8 KO. Ito nga rin ang unang beses na lalaban ni Alvin Lagumbay sa isang title fight. Samantalang si Keita Obara naman ay former Japanese Super Lightweight Champion at former OPBF Super Lightweight Champion. At sa laban nga nila ni Lagumbay ay dedepensa nito ang kanyang WBO belt. WBO Asia Pacific Welterweight Champion Nippon no Obara Keita 2度目の防衛戦を迎えました。相手はノックアウト率が非常に高いフィリピンのアルビン・ラガンベイです。再び世界戦へ向けて小原啓太の2018年の。Sa unang round pa lang ng laban ay maaga nang umupensa si Lagumbay. ブルーのトランクスが小原啓太、一方ブラックのトランクスがアルビン・ラガンベイです。この試合の解説は具志堅用高さん、そして川島博さんです。お方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ具志堅さん、はい、小原啓太が世界戦へ向けての2018年が始まりました。今年こそね、もう一度世界と。今日の試合はやっぱり KO で勝たせたいですね、はい。そのあたり川島さん、思うところは大きいでしょうね。そうですね、まあ、一度その敵地でですね、海外で世界戦があって、はい、まあ、敗れてますので、まあ、もう一度という気持ちが小原には強いんじゃないですかね。再起を図ってから4戦目を迎えました。陣営としては今年中にもう一度世界戦を迎えたいというふうに考えています。そこへ向けてのスタートラインに立ちました小原啓太です。上体matapos ngang madaplisan sa may baba ay bumagsak ang ating kababayan. Ngunit nakatayo pa ito at naipagpatuloy pa ang laban. さあ具志堅さん、はい、ラガンベイですがダメージが残っているかどうかですね。またそんなに効いたっていうのは大事ですね、いいタイミングでもらいましたからね。サウスポースタイルのフィリピンのアルビン・ラガンベイ23歳です。小原の映像を見て非常に研究する時間を長く要してきたと、費やしてきたと話しています。間違いなく小原は強く難しい相手というふうに評価しましたラガンベイです。ボディを入れていく、そう狙ってますので、オバラね、よく、はい、要注意ですよね。そうですね、特にサウスポーですからね。ここまで11戦戦って9勝、KO 勝利が8回あります。KO 率は 72.7% というフィリピンのラガンベイです。左、パンチの当て感というのは、具志堅さん、ラガンベイいかがですか？まあ、パンチは大きいんですけどね。そんなにサウスポーの左ストレートがうまいというわけでもないんだけど、はい、ちょっと大振り役もらわない方がいいですね。危ない、ストレート。ちょっとこの辺り川島さん気をつけなければいけません。一番悪いところはやっぱりちょっとずる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 下がっちゃうところですね、右側こちら当たりました。ただかなりプレッシャーはラガンベありそうです。公式が鳴ります。あと10秒です。さあ畳みかけた、パンチが2つ当たった小原啓太。2018年、この年内の世界戦に向けてのスタートライン、小原啓太第1ラウンドが終了しています。まずは一つ
団子を奪った小原啓太でした。それでは放送席をご紹介いたします。ハードヒッター同士のファイトとなったタイトルマッチです。先ほどのダウンのシーンです。右が当たった後左で倒しましたね。第2ラウンドのゴングが鳴ります。ただ第1ラウンドの中盤以降は前にプレッシャーをかけてきたアルビン・ナガンベイでした。気をつけなければいけないという大きなパンチもありました。川島さん、第1ラウンドのナガンベイの動きを見ての特徴をどのように感じられましたか。あとから左打ち上げるような左ストレート、気をつけなければいけません。やっぱパンチがあるんですね。ありますか。小原の右の方が赤くなってきました。まあ非常にラフですけどね、大きくパンチ振り回してきます。ちょっとこぶってくるところに何かカウンターのパンチを欲しいですね。小原はどうしてもこうディフェンス一辺となってしまうところがあるので、はい、距離感としては具志堅さん、はい、やや遠めに取った方がいいですか。そうですね、やっぱり小原はやっぱりリッチもありますからね、距離はやっぱり相手のペースに右左パス当てた。いいですね、的確に捉えました。ワンツーを軽くフェイントしておいて、相手打ってきたところにまたカウンターですよね。先ほどは小原啓太らしいスタイルでした。相手の動きを見ながら効果的にパンチを当ててくるというスタイルです。小原啓太非常にバランスの良さ、それが特徴と自らも語ります。小さなモーションからリーチが伸びてくるというラガンベイのパンチです。左のストレート、具志堅さん、どうやら左のストレートがかなり多いようですね。そうですね、だからやっぱりチャンピオン、これはやっぱり右ストレートを出した方がいいですね。右ストレート、あっと危ない、ちょっと少ない、ちょっとオーバーが良くないですね。この第2ラウンドはチャージをかけてくるようにラガンベイが前に出てきます。手数としてもかなり多くなっているアルビン・ラガンベイ、フィリピンの22歳、優勝中ノックアウト勝利は8回、いずれも早いラウンドでの決着というラガンベイです。ちょっとサウスポン苦手意識あるんですかね。やりづらそうですか。小原啓太はフィリピンからやってきたノックアウトマシーン、ちょっとこう強いこうツボに入るまでのちょっと時間がちょっとかかってますね。アジアパシフィックのベルトを巻いて V2 決戦を迎えた31歳の小原啓太です。うまく当てた、ストレート、はい、踏み込んできます。あー、matapos magkatamaan pareho sa kanilang mga panga ay nakita natin ang bihirang mangyari sa boxing na double knockdown. Ngunit dahil mas matigas ang Pinoy ay nakatayo pa din sila gumbay, habang ang Hapon naman ay kitang hilong-hilo na. Isang upset victory nga ang naitala ni Lagumbay, at dahil doon ay naagaw niya kay Obara ang WBO Asia Pacific belt. Obara の顔面を捉えました。先ほどのシーンです。運動量が非常に多く増えたラガンベイ、右を避けた後のこの左 WBO ガードがちょっとね、オープンガードになってましたね、はい、右が下がったところややフック気味ですかね。あの小原が立ち上がることができませんでした。普通ならあのここで前を空切るんですね、パンチが。なので小原もちょっと油断、不正で避けてるんですね、打ちながら。それが届いてきたと。Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.